キラキラパフォーマーズ、今回のベイダムスのワイルピッチさんからお送りいたします。2回目になりました。ユニットの父さん、こんにちは。はい、どうもこんにちは。こちらね、ワイルピッチさんということで、はい、はい、前回、ね、初回で始まりましたけれども、とても好評で、ありがとうございます。まあ、今度は、まあ、今日はね、はい、いきなり私の音楽で始まるんでね、はい、こんな嬉しいことはないじゃない。私のお店で、いやー、ね、ラッキーさんもね、メインに司会やっていただいて、いきなり私の歌は聴ける。もう十分満足でございます。皆さんね、待ってますのでね、もう私も本当 CD も何度も聴、ね、かせていただいて、とっても素敵だったので、この曲は、そうですね、11月27日に、ね、発売になりました、はい、全国のタワーレコードとか、はい、HMV など の、 その、まあ、CD ショップ、はい、まあ、それから Amazon でも、買えますのでね、はい、今回の作品はちょっとこうシリアスな感じで、シリアスな感じの歌じゃないけども、実はこの歌というのは環境問題について歌ってます。で、今やっぱりね、今年に入ってだいぶその環境問題、みんながすごく真剣に考えるようになったと思うんですよ。まあ、この曲自体はもう2年も3年も前に作った曲なんだけども、やっぱり環境問題っていうのは年々深刻化してるん で、 で今ね、スウェーデンの少女、はい、アティシャさんっていうね、はい、グレータさんで、グレータさん、これは番組ですよね、災害はもうちょっと前だったんですけど、でも、はい、ね、そういう少女もね、国連で訴えたりしてる、まあ、そういうタイミングで、はい、私の CD、まあ、ロックベイジャーというバンドなんですけど、ロックベイジャー、はい、なんですね、11月21日に発売になりましたので、はい、ぜひね、皆さん気に入ったらですね、お手元に取って聴いていただけると最高にハッピーでございます。いろんなタイプの曲ありますね、聴かせていただいたんですけども、そうそう、この曲なんかはまあ民謡がベースになって、はい、まあ、尺八とバイオリンのね、はい、ソロが交互に出てくるっていう、まあ、珍しいパターンなんだけども、バッバラードもあるし、はい、まあ、ちょっとこう J-POP 風な曲も今回つけてますからね、ちょっとこう洋楽と、ね、和楽器がコラボしてるような曲ですとか、歌詞の内容もとても深くて、ありがとうございます。独特な、ね、世界観になって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、またその生でも聴かせて、私がちょっと無理言いましてね、急遽本当は今日はっていう感じが、もうぜひ私が無理を言って、そうですね、歌っていただく運びに、はい、なって、とても楽しみに、はい、お願いなんですけれども、聞かせていただけますか、あ、今ですか、今すぐなの今すぐじゃなくて、いいですよ、別に心の準備は全然できてないけどね、まあ、そんなこと言ったらね、3時間ぐらいかかっちゃうからね、心の準備はしないね、なかなかね、準備ってね、こう人生いつ本番なんだろうってね、なんかね、いい年をしてもいつも準備ができればもう大人になって長いわけなんです、ね、まだこう若者のつもりで言うとね、こうそんな感じなんですけども、はい、ちょっとじゃあギターの間と私ちょっとかけましょうかね、これいい音するんだよね、さっきね、実はギターもこれ電池がいるんですよ。で、電池がなくて音がボロボロだったんで、はい、アティシャさんにコンビニで電池買ってきてるその電池がすごくいいんだと思いますすごいよ、そんなことおっしゃっていただいてありがとうございます。じゃあ、あ、本当さっきより音が良くなった、いい音じゃないですか、違う、ね、リハと違う音で、そうそうそう、本場には神様がいるって言いますけどね、いや、ディスナーが買ってきた電池のおかげでございます、心込めました5年25円でしたね100均ではないです皆さん。じゃあここからちょっとシリアスにいきましょうよ、はい、この CD ね、ロックベイジャー The Ancient、 要するに古代っていうね、昔っていう意味なんですけど、古代、はい、そのオープニングを飾る曲で、日本語の曲ですね、何も知らずただで、まあ、歌詞はですね、まあ、聞いてみればわかるかな、サンゴの海も色づく森も何も知らずただ眠るだけ、うん、要するに、ね、地球環境、今本当に我々が真面目に考えなきゃいけない問題を歌ってますのでね、はい、じゃあいきますよ、はい、何も知らずただ、はい、お願いします。闇の精霊揺れるほど移ろいの日々にそよぐ、闇の精霊揺れるほど移ろいの日々にそよぐ、
Amazon.com に行って、はい、今日購入する、はい、ボタンを押していただければポチッと、はい、私も超ハッピーでね、はい、真面目な話ね、自然災害とか最近増えてると、はい、でこれって歌詞が闇の精霊揺れる炎っていう始まりじゃないですか、はいはい、で歌を書いた時は意味が分かんない、自分も意味が分かんない、なんとなくイメージなんですよ。あでやはりそのこの実は CD はお店ではね9月から発売してるんですけども、ちょうど発売した時にやはりそのアマゾンの森林火災、はい、テレビのニュースを見て、はい、これだなと思いましたね。揺れる炎っていうのはね、精霊、森の精霊なんだなということで、ね、なんかこう歌ってることが必ずっていうか、予言的にこう当たるんですよ、ね、なるほど、言霊とかねよく言いますけれども、そんなことで片付けられないね、いや、そういう意味でも、まあ、今回もあこういうそのね、なんとなく書いたっていうか、なんとなくできた歌詞が、はい、そのアマゾンの森林火災、ね、なのでアマゾン .com を思い出したらポチッとアマゾンとアマゾンとアマゾンがかかってるって皆さんマニアックな。そうそうそう。でもね。騙されたでしょ。本当の話なんですよ。本当の話。アマゾンの森林火災とアマゾンドットコム。はい、どうぞどうぞ。そう、私もボロボロですよ。でも本当なんかね、言葉が降りてくって、ね、感覚ありますね。自分もなんかその曲ができていた、ね、時代がすごくあって、言葉って作ろうとしてるわけではなくて、結構そのできちゃう、降りてくるってことがあるんです。もう最近どこもうね、現実にまみれてどこに行ったのっていう感じになっちゃってるんですけども、最近そのちょっと降りてきた時の曲を一曲とね、またちょっと私もなんか今日自分もちょっと喉を壊していたりして、予定の曲はあれちょっとやめた方がいいねっていう感じになって、でもちょっとそのうちで昔作った曲なんかもちょっとこちらね、インスパイアされましてやってみようかなと思います。はい、今まで結構ね、病院、あ、もう、あ、こんなところに花束が、ということで、ニッキーさんご結婚おめでとうございますということで、しーそこは売ってないっていう、そこじゃなくて、花美しい、花、はい、ありがとうございます、はい、今のところカットでね、今のところカットだそうでカットのってね、一発撮りにしてくれって、ね、そこね、先ほどの香川さんがね、はい、後ほど出ていただいてる香川さんが、ね、おっしゃってますけど、はい、ということで、ねまあなんかね、生放送ね、4年ちょっとぐらいやってる、フラッシュライブでキラキラミュージックウェザーティーシャー、今はティーシャーのりこじゅんこということでやってるんですけれどもね、もう収録意外とまだまだ2回目で、安心してるともう生放送よりも絶対カットなしでやってくれということで、意外と私緊張してるわけなんですけど、もともとその結構喋るのって実は私苦手だったんです。早口だしね、慌てるし、あとこういう進行表格とかそういうのも全然こう苦手なので、なんか
歌が台無しとかいつも言われてて MC になるといやでもねあの歌を歌って、ね、勝利ちゃんも集中力がいるじゃないですか、はい、そうなんですよね。でこうやっぱり話していて左歌えるってのは無理があるんですよ。結構無理なんですよ、ね、本当に絶対に 100% の力出ないですよ。そうなんかね、うん、だから全然この前ねあの1週間前なんだけども、はい、あのミスコン、あのそこにもちょっとあそれ映ってないか、あのあるビールのですね、はい、あのね主催でビール会社の主催でね、あのミスコン、はい、で私は、はい、まあ演奏をするんだけども、音響やれっていうね。で音響やりながら急にギターを持って弾けって言われたもんね、はい、それは難しい。なかなかそれは難しい。あれも難しいさ。一人まあ二役なんだけどもね、ノーギャラで、それノーギャラでやりました。3倍ぐらい欲しいです。ああびっくりしました。今日もノーギャラでありがとうございます。ええー、いや今日はねこっちの人間ですから、ね。今日はあの向こうのことはねお任せしております。香川さんにね、はい、香川亮さんにお任せしてるわけなんですけどもね。はい、でも本当にこうあのいろんな構成を書くとかねこう喋るとかなんか。でもちょっと挑戦したい気持ちもあってこうだから皆さんこれ苦手なことに挑戦しておりますね。楽々やっててねあのボタンを押すと何でもやってもらえてるんですけどこれとても私はねあの、まあ、人生ねあの進歩していかなきゃ年を取ってやっぱりそのエンターテイナーの宿命だと思うんですよ。そうですね、うん、これやれと言われたらやらなきゃいけない。そうです、ね、断ると仕事がなくなりますからね。そうなんです。いや私はただのボイストレーナーなんで司会はできませんとかね言えるといいです。それじゃ生きていけない。エンターテインメント世界では、はいはい、教える方がね本業だったりして、あそうだ考えたら今日あのボイスストレッチのコーナーをやるのでちょっと忘れてて一発飲んじゃったというのをね今思い出して。そうですね。今やりましょうね。今じゃあ後でやりましょうか。で急にこうやって決まってきてる感じなんですけれども、はい、まあまあ、はい。じゃあのちょっと皆さん急に決まったんですけどそういえば忘れてたんで三田先生のボイスストレッチのコーナーも後ほどお願いしたいと思います。ということで、で元々の本業の私もじゃあちょっと一曲歌わせていただきたいんですけど、ね、はい、はいはい、ということでね今日はあのなんと皆さん私いつもねオケでさせていただいたんですけどもこのピアニストの方もお招きしております、長年ねあの私演奏をあのお願いさせていただいている、紅山雅人さんご紹介させていただきます。紅山雅人さん、紅山、一言どうぞ。はじめまして、片鍋の仕事です。いつも一緒にやってこないです、風邪と治りました。皆さんもお気をつけください。最初の皆さんには参りましょう。以上です。インフルエンザではない、はい、普通の風邪、はい、インフルエンザだから今すぐ帰ろうと思ったんですよ。いやいや、そうですよね、引っかかっちゃって治んなくなったもん。大丈夫、みんなちょっとね、今日あの季節とかみんなに風邪気味なわけなんですけれどもね、本当皆さんとはもう結構20年ぐらいね、そんなやってますか。あのジェムあのグループだったりとか、あとそのバンドのねあのメンバーとしてとか、あとはその武田紗友子さんってねアーティストのサポートですとか、これもね我々ね、はい、今あこいやこの画面じゃなくてこの画面ではないですけど残る曲ね、はい、あやったんです。このあのディアティーチャーっていうあのあれなんですよ、個人事業っていうね皆さんフィンガーファイブの、はい、だんだんねあれの、はいはい、マイクが光るっていうね、光る偶然っていうね一人だって曲もあるんですけど、その辺の曲もあれなんですけど、私もあの前にアマゾンで販売させていただいてたこう、フィンガーファイブのねあの個人事業ってデビュー曲の英語バージョンと、あとはひとひらってそのフィンガーファイブのボーカルのアキラさんが書いてくださった曲に私が詞をつけた曲をね前回は紹介させていただいたんです。この CD もペンギンさん参加していただいて作成いたしました。なんかこれもそれをやった方が忘れてるってください。忘れないでください。いやだからいろいろバージョン変えてあるから、はい、あのこれからどんどん離れてきて、あれあこんな曲だったんだって今更認識すると。もう結構十何年かね経っちゃった。意外とあっという間に経ってしまったんですけどもね。あのまだ少し在庫があって、私個人的には販売させていただいてるいつでも。声をかけてください。あのぜひ販売させていただきたいと思います。あとこちらワイルドピッチさんでも CD を貸していただいてるんでぜひ買ってください。ぜひご拝聴内ご購入いただけるとありがたいのかなと。ありがとうございます、はい、ちょっとこれデリブさんといつもこれ前回も英語バージョンでひとひらっていうねやったんですけど、リメンバリングイバーサライドってなってますけどね。はい、そんなタケノコのようにいろんなバージョンあるんですか。タケノコのようにあるんですか。タケノコのようにあるんですか。あるんですよ。
うにゃうにゃと著作物とそれぞれ別だからいろいろと別になってます、はい、ではじゃあだんだん、ね、こういうのがじゃあ、ね、ちょっと一口水を飲ませていただいて、はい、アイルイデアとちょっとご簡単にいただきたいと思います。私はちょっとコーラスやりませんので、はい、ここではマイコーラスしております。はい、皆さん乗ってくるといろんなバージョンコーラスが入るっていう感じになりますけれども、でそのなんか、ね、地元子供の時にフィンガーファイブが大好きな子供だったんですけども、このアルベデアっていう曲ももともとそのアキラさんの日本語バージョンの、ね、曲だったんですよね。愛はどこへっていう、君と僕との誓いはどこへっていうね。何ですかそれは。愛国な曲で私はね知ったんで、みんなあの子供たちみんな知ってて、フィンガーファイブのねアルバムの中でマイケル・ジャクソンが歌ったね。そうなの、その曲をあの子供の時同時ぐらいにフィンガーファイブがカバーして、あの愛はどこへどこへっていうね、面影ありません、ね、っていうかマイケル・ジャクソンの歌のメロディーの面影ただ日本語に合ってるとは知らなかったし、今初めて聞いたんで何これと思いましたけど、そうですね。それはそれで別物でね、すごくあの私たち大好きな曲だった、うん、逆にだから、あこれこういう映画の曲なんだ、そのことがね、小学校の時洋楽を知ったね、きっかけになりまして、うん、その時から歌ってます、アルビデア、聴いていただきたいと思います、はい、はい、聞かせていただきます。ちょっと立っちゃおうかな。
か、素晴らしいじゃないですか。今日はちょっと違うバージョンで、だいぶね、ごまかしバージョンだったんですけど、ちょっとね、皆さんの元気をもらってねえ、いや、声が出まくってましたよ。ちょっとね、でもちょっといつもに比べたりされてはいるんですけど、ちょっともう楽しさでね、今日はいやちょっと昔のことなんかもこう思い出したりしながらねえ、公開レコーディングバージョン、はい、素晴らしかった。そういえば、髪が落ちましたね。それはちょっと気になってね。すごいそれが、ね、気になってね。進行よってほどじゃないと思うよ。ということでもこれぐらい頭に入るけど。だから、ね、私は本当のこの裏のね、あ裏の口をね、あ、そうかそうか、嫌がったっていうね、面白い。カンペだったんだもんね。はい、口のカンペだったりして。そこをカットしました。髪が落ちた。そんな感じで。こういう失態はどんどんカットするべきだと思う。そうですね。いやいやいや。ということで、もう一曲ね、あれ先ほどお話ししたちょっと響きっていうそのなんかこう降りてきたような曲がありましてね、これが最近またちょっとね10年ぶりぐらいに CD をね作ってまして、この曲もちょっと入れようかなっていうこと、意外とこう残るような形で残したことがなくて、この枯れた声に負けずに行ってみようかなと思うんですけども、はい、お願いします。お願いします。
ました。ありがとうございます。もらってるありがとうございます。これ花ちゃん私のもんなんでね、一応ポーズだけ ね、 ね、いや本当でも花ちゃん心から心の中の想像の花束を差し上げました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今の歌はどなたの曲なんですか。あ、これ私が作詞作曲した。本当に。あの昔だからもう10年前ぐらいにそのあきらさんとかとやってる時に何か曲作った方がいいよって言われて、じゃあなんかこんなちょっといろいろあの織り上げてって作った曲なんです。いや、これは素晴らしいよね。あのね、こうやって、まあ、映像が流れるだけじゃなくてプロモーションビデオみたいなの作ってね、やったらいいと思いますよ、はい、嬉しいですね。すごくあの万民に受ける、大人も子供も。あ、本当、子供も大丈夫ですかね、うん、お子さん大丈夫ですかね、暗いとこだけど。いや、混ぜたら私は子供の子こう言ってくれる。青江美奈とか大好きでしたから、子供の子。私も好きでした。この前、またあのこの前の話に戻ったけど、藤恵子の話で盛り上がりましたよね。藤恵子の話。ただ一人よりもやっぱり藤恵子だなっていう話で、やっぱりね、二人で飲みながら。もうね、もう一晩ね、バーで飲みながら。いや、ここバーですから。でね、今の歌を聴きながら、あのこうウイスキー、ここバーなんですよ、私が経営するね。バーでね、ジャック・ダニエルとかジンビームとかね、はい、泡盛とかいろいろあるわけですよ。はい、美味しいお酒飲みたくなっちゃってね。行こうと思ったけど、カメラの前、アキシさんが歌ってる時にカメラの前、お酒取りに行ったなって何言われてるかわかんないんで、とりあえず自称しましたんでね。あとでゆっくり飲みますね。飲みましょうね、はい、このバーなのに飲ませていただいてると私がね、すいませんって感じで、もう本当にもう神様みたいなマスターでね、本当に飲ませていただいてます、ね、神様もういつもにバーなのに大歓迎していただいて、ありがとうございます。ね、ひょうきん族のあの神様でしょ。あっちの神様、だんだん若い人がね、分かんなくなっていく。あ、そうか、だんだん分かんない。だんだん分かんない。すみません。ありがとうございます、ね、響きもね、聞いていただいて、ということで、今日はね、そんなわけで素敵なゲストの方をね、スペシャルゲストお呼びいたしています。はい、お待たせいたしました、福田美久さん、お招きいたします。イエーイ、さあ、お待ちしてました。どうぞ、真ん中にどうぞ。こんばんは。はい、こんばんは。美久さんです。ありがとうございます。じゃあ座りましょうか、おもむろに。そうですね。ということで、はい、よろしくお願いします。よかったら、じゃあ自己紹介なんぞお願いします。まず私はここに行っていいんですか。まだぜひ。あ、そうです、終わりました、終わりました。はい、みんなで盛り上がりましょうというね。じゃあ福田美久さんね、はい、皆さんにもね、いらしていただきます。はい、自己紹介お願いします。はい、はい、福田美久と申します。いろいろなジャンルに挑戦しています。私も緊張しいなので、ちょっと緊張を和らげて。見えない。いや、お酒飲むといいですよ。よろしくお願いします。ぜひ。あとで、ね、とりあえずあとで。こんな素敵な、もうイケイケの感じで、こんなあの急に緊張されてるとはびっくりし、そっちがびっくりしました。結構緊張してる派なんですよ。本当、じゃあちょっと、じゃあ逆に立っていたら、皆さんどうですか、このスタイル。もうこれで緊張しって言うと、あんま説得力がない。イケイケの感じのところで。そうですか、もう心優しく、ね。ベビーメタルとかもいけそうで。ね、何でもいける。あれ、ね、あのミクさんがマジシャンなんですよね。あのマジシャンさん、うん、手品をね。もうやってるんです。わー、本当に。今日やっていただけるんですか、今日は。マジックで出せないですよね。今日はマジックで道具が出せればいいんですけどね。道具がない。道具がない。残念。だって打ち合わせにないんだから、そういう変なこと言ってたらダメですよ。ダメですか。やっぱ急にこれ、あの今まで隠してたんですよって出てきたら面白いなって。打ち合わせの時隠してたんですけど、道具出ましたって。そうはいかない。そうはいかない。申し訳ない。あ、これ今流れてる曲は、これは、はい、イミテーションアイといって、イミテーションアイ、はい、大分のですね、あの福井上大成さんっていう方、はい、大成さん、大成さんがいらっしゃるんですけど、はい、その方に、あの桃江ちゃん風に歌ってくださいと。お、山口桃江ちゃん、山口桃江ちゃんにちゃんって言って、つい桃江ちゃんって言っちゃうんですけど、大先輩のもう、そうですよね。山口桃江さんは若い人も知ってるんですか。山口桃江さんは結構私は若くはないですけど、あの旦那の方が今有名なんじゃないの。あ、三浦智和さんね、うん、お子さんたち、うん、あのお子さんたちのゆうたろうくんたちが、そうかそうか、あのお子さんたちがデビューされてる。山口桃江さんの曲をあの彼ら自身がアレンジし直して歌っていうのは結構ヒットしてまして、僕もびっくりしました。へえ、やっぱりね、
曲の知名度とやっぱり血がつながってますから、ご本人は悪いから声がね、やっぱり高いところで言うと張り方が似てくるんですよ、うん、そこはやっぱり羊だな。その山口百恵さんは現役が結構短かったんですよね、結構もう意外とね、うん、だから伝説のやっぱりね、歌手っていうかそういう感じですよね。意外と短かった、私たち子供の時だからすごく長い感じがしたんですけど、うん、ね、14歳から21歳までだと思うんでね、意外と短かった。だってもうあの引退当時、まだ皆さん百恵ちゃんちゃんって言っちゃうんですけどね、百恵さん21歳そうですね、昔の大人って大人っぽかったですよね昔の子供ってことは、いやでも昔の子供にとってみたらね、大人、昔の大人って大人っぽかったなみたいなね。なるほど。みんな兄弟さんはなんかハモっちゃうと兄弟で歌ってるんですね、だったらおっしゃったんですね。ゆうたろうさんがソロ名義で歌ってるんで、もう一人はバンドに入ってやめたんじゃないのかな。じゃあ、一緒に出してる、ね、出してらっしゃるわけじゃなくて、ゆうたろうさんの方が出してらっしゃる、ね、あ、それは私もしてます。さっきハモってるのかなみたいな、さっきの打ち合わせで話になって、そうなのかって。でもぜひそういうの聞きたいですね、皆さんに、まあ、ちょっと歌にしないし、脱線してます、脱線してしまった。あさっての世界でこの辺で、はい、もうね、でもこのごめんなさい、本当にね、百恵ちゃんとちょっとだいぶ変なスイッチが入ってしまってごめんなさい。すごいこのマイクが行き交う感じがね、行き交うぶうぜんなんですけど、なんで4本用意したかったんだよ本当ですねそれは私のうちどこ多少ありますね。もうこの手は作詞作曲はどなたなんですか。口上大成さんとかで、あ、その、はい、先ほどの、はい、じゃあ、あと大分の人、大分の、福岡の方です、ごめんなさい、大分ですよ、ね、みんな大好きなね、福岡さんのアレンジの感じで、で、これは自分でアレンジをしていただいて主人にしたものなんです。ちょっとやっぱり百恵さんっぽいね、歌い方を似せて、百恵なんですか私。いや、そんな言わなければ分かんない、誰もそうとは思わないから、ね、今ちょっと聞こえたんで、いやー、特の魅力、本当はでもわざと鼻声にしたり、ボイストレーナー的にはその男の人に受けるには鼻声っていうのをちょっとわざとしたり、ね、あ、それはあります、ね、ギリギリの高音を出して鼻声にするっていうね、恐竜みたいな、これだとね全然受けないと思うんですけどね、若い人がやると受けるなっていう感じで、とってもね魅力的な歌声でありがとうございます。普段は活動はジャマジシャン歌手、はい、またモデルさん、はい、素敵なお写真ね、さっきからね画像で流れてると思う。あ、このワンちゃんは、このワンちゃんはね、シュガって言います。シュガちゃん、お抹茶でまたシュガですね。かわいいですね、そうね、もうね、3匹になっちゃったんですよ。あ、25匹いて、5匹、5匹いたんです。すごいね、多頭飼いね、かわいいですね。犬ってですね、うん、3匹目から親分を使うんですよ。あ、家族制度みたいな、親分とか言ってしまう、まあ、親分の面白いですね、ちょっとヤクザっぽいですよね、親分ってそれで、今まで2匹だと可愛いで複数ですけど、はい、群れになっちゃう3頭からはものすごいもう獣の喧嘩の始まりなんです。あ、今までで帰っちゃう獣です。もう何の獣医さん行ったか分かりません。あ、怪我をして、怪我をして、もう怪我なんてでもなんじゃないんですよ。もう牙が頭蓋骨を突き抜いちゃう、もうすごいもう見てられないで全員去勢して、もうおとなしくなって、もうボスはこの人だって、先住犬が、なるほど、17歳生きたんですけど、あ、15歳だ、15歳生きたんですけど、今年ちょっと亡くなってしまって。あ、そうでしたか。そういう、ね、ちょっとね、悲しいですね、ボスさんはね、はい、でもやっぱり去勢すると元気なくなっちゃうんですね、万物、ね、去勢しても、うちの子たちはみんな男の子なんだけども、うん、女には興味ないです。なるほど、女には興味ないです。そうね、犬の社会も。なるほどね。だからその代わり横にブクブクと。あ、でも可愛いですね。可愛いちゃんとしたね、の下もね。トドがいいですね。ねえ、そんな感じです。ね、これ優しいミクさん。じゃあマジシャンと歌手とモデルさんの合間にいろいろ動物の世話も。そうなんです。大変なね。最近どうですか、最近の活動とか。
最近はね、ちょっと私も体調崩してまして、みんな不調皆さんね、気する側もね、気をつけましょう。あ、素敵なお写真ですね。あ、かわいいね。手話です。手話です。どうですか。じゃあまた元気になるのをね、待っていただいて、たくさんね、お互い活動したいですね。はい、いや、今は元気なんですよね。はい、ちょっと前にちょっとね、崩されて、今は元気じゃないですか。ね、バリバリ。元気になったらここ来ないですよ、大体。そうですよね。だね、ここ階段の4階上がれないですよ。元気なかったら上がらないですよね。うちの場合はね、ここの建物ね、エレベーターがないんでね、楽器を持ってくる人がかわいそうでしょうね。あ、確かに、確かに、この階段一つ川があってね、そうですね、この川越えてこいってそうです感じで、根性あるもんだけがここに上がってこれるっていうね、うん、形になっております。今なので地道にちょっと本を一生懸命書いていて。そうなんですか。そっちの方にもちょっとチャレンジしているので、執筆活動、はい、あ、そ、どんな本なんですか。とか、その私の辛かった過去の時代と、辛かった過去はいっぱいあるんですね。まあ、人間誰しもあると思うんですけども、まあ、そういうことを書き続けた、あの本で、で一人でもその役に立っていただければなと、うん、そういった自助伝的な感じで、自分がそのまあちょっとダウンの頃ね、のをそれをそのまあ本にしたと。それに私がなんじゃないんですけど、あ、そっかそっか、いろんな人がしないでください。私の親は2人ともがんで亡くなってるんですね。あ、で私は肩の病気で、今のがんです。ダウンとガンって聞き間違いが皆さんあったと思うんです。ダウンって言ったんですよ、今ね。ガンガンって発音が似てるなと思って。すいません。ダウン。ダウン。ウォーキングダウン。そこから、うちの親はガンだったんです。そこまで言わなくていいですね。ダウンとガンがちょっと似てるね。こうしたね、私がガンはガン。ガンはダウン。ガンとダウンがちょっとね。ちょこの二人ちょっとおかしいですよ。違う。私がおかしいんだと思う。でもあのちょっとね、さりげなくネタバレで、そのあのがんに関するいろんな書籍、そうです、そういったことを知って伝えてるっていうことで、大変な作業ですね、あの本を書くっていう作業はね、はい、自分なかなかいろいろボイスステッチの本をね、出す出すって言いながら、出す出す詐欺で2年も3年も経っちゃって、執筆って大変ですよね、時間が ね、時間ってエネルギーがもそれされてらっしゃるっていうことでね、ぜひ頑張って、あのもし出来上がったこの番組でもぜひ紹介させていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。皆様、そのホームページとか、あのいろいろ情報なんかどちらで見れば。私が一番力入れてるのが、はい、Facebook なんですね。Facebook、はい、私もやってます。 Facebook、 ミッキーさんもされてますよね。やってますよ。はい、皆様さんもされてますか。皆様、あのあんまりそういうのね、機械物を嫌いで。あ、なるほど。あの私の方、スマホがですね、あの大変に重くなる方なんですよ。あの、ご機嫌を取るためにあのメールが20ぐらい溜まってて、あの開けた瞬間にまた来て渋滞みたいな、まるで僕の人生そのものみたいなスマホですけど、ただ曲の急出しはなぜか秒単位で早くてね、鶴田さん知ってると思いますけどね、本当ね、もういろいろ全然あの頭の回転が良すぎて、また置き去りはやめましょうね。しかも今鶴田さんって言ったんだよね、ちょっとそれも新しいです、はい、そこそこそこ拾わないでいただいて、今流そうかなと思って、アティーシャでやってみますね、皆さん。今日もね、テロップでこれは言ってはいけないので、ちゃんとテロップ入れてもらって、はい、でもね、私の名刺裏表になってるんでね、なんとなく知ってる人は知ってるんで、鶴田美和と申しますけど、ボイストレーナーはね、それでやってるんですけどね、できればピーで、ピーで、ヨセロネアとかバキューとか、ですぐだから脱線してしまうね、番組で、すいませんね、ありがとうございます。でそういうわけなんですけど、Facebook で、はい、Facebook の名前は、漢字、ローマ字、クラリスクイーンってカタカナで、はい、あとフクタミクだったと思います。クラリスクイーンだとカタカナで、クラリスクイーンフクタミクさんで、はい、Facebook で情報ね、いろいろ、はい、アップされているので、ぜひよろしくお願いします。ということで、でも今日ね、あの歌っていただけるかなって私は思ってて、で無理を言っちゃったんですよ、さっきね、また本当ぜひ歌ってくださいってことで、でも歌っていただけるんですね、今日。何の曲にしましょうか。さっきちらっと鼻 すぐあれでしたね、あの何でしたっけ、フライミートゥーザムーンって。はい、皆さんご存知のフライミートゥーザムーン、大
ということで、ちょっとかっこつけて言ってみたんですけど、アンディ・ウィリアムス、はい、いろんな人が、ね、いろんな方がカバーをされてる、ね、有名な皆さんも知っていたり、一緒にね、もう YouTube の前で口ずさんでいただきたいと思うんですけども、でもこの曲せっかくなんでね、あの2番からこうみんなで歌いましょうかっていうことで、さっき盛り上がっちゃってみんな歌い始めて盛り上がってきたところで、じゃあちょっとあの初めに僕らミクさんのね、でもみんなね大事な方なので、はい、私一番ちょっとド緊張なんですよ、カバーしてくださいね何をしちゃいますも素敵な歌声をぜひ、ね、聞かせていただきたい、もうちょっとこれももえちゃんに似せなくてミクさんの声で歌っていただきたいと思いますけど、ミクさんオリジナルのね、桃井ちゃんに似てないフライビットの分、それから、仲間たちが乱入いたします。はい、じゃあね、香川さん、じゃあ香川亮さんに乱入していただいて、私たち日記松本さんと私アティーシャミアで歌わせていただきたいと思います。はい、じゃあお願いします。じゃあこの場所変わりましょうかあ、でもいいか、このままでいいですよね。はい、じゃあでも邪魔かな、私が言いたきに、ということで変わりましょうか。やめてくださいこのごちゃごちゃぶりがネットテレビの面白いところで。あれ、ニッキーさんどこへ。はい、マイクは、はい、こんな感じで、じゃあミク、福田プライミットダウンお願いします。よろしくお願いします。MC も担当していただきました香川亮さんです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、一応あの今は、技術の方を担当してますけども、まあ、一応マルチメディアクリエイターとして、はい、自称ですけどもやってます。よろしくお願いします。はい、この番組のね、はい、唯一の裏方さんというかね、はい、縁の下の力持ちですけども、ね、はい、時々こういう風に乱入するわけですね。乱入。番組の趣旨が分かってきました。あの乱入後に MC っていう打ち合わせだったんですけども、あ、そうだね、さよならしちゃいましたけどもどこに行って感じで、ということでちょっと一回座りますか。はい、ありがとうございました。ねえ、こんな感じで、ね、あ、椅子がない、なんか一人二人と減っていて
どんどん打ち合わせと変わっちゃって、こう寂しい感じになっていくんですけど、あれ、二木松本さんもどこにどこにどこへどこへあの愛を今日ってね、今日は私出演っていう話じゃなかったそうなんですよねまあいいです、私もね、はい、出させていただけるんでしたら、まあ、なるべく、ねはい、自分の宣伝もした方がいい時期でありますので ね、 そうなんですね、あの CD 出てますよ、はい、Amazon.com じゃなくて Amazon 多分 .co.jp かもしれない、まあ、とにかく、はい、Amazon もあったはい、はい、お願いします。検索は当然ニッキー松本さんとかいろいろそういう検索出てきますね。出てきますね、はい、あのバンドの名前からロックベージャーね、はい、ロックベージャー、あの和楽器バンド、あの和楽器バンドっていうのがあるじゃないですか、はい、あそこ あの尺八の上中大輔っていうのはうちのバンドにいたんですよ。でもともと和楽器バンドの前にうちでやっていて、はい、で中東とか一緒にツアーやってね、うん、で彼もねすごい和楽器バンドって、はい、なんかすごい武道館とかもね、はい、セルアウトするようなね、でちょっと ね、いや我々も頑張んなきゃいけない、もう元祖和楽器バンドっていうか、はい、和楽器グループって言ったら草分けですよね。ああそうですね、今そういうバンドもすごく増えてきてですよね。そうですよ、各イベントなんかで和楽器とのコラボすごくあの見かけすることを一緒にいつも楽しいわけなんですけどね、はい、もうぜひ世界でご活躍を、ね、楽しみに、もう今でもね、もうもっともっとね、あの羽ばたいていただきたいと思います。はい、はいね、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんね、福田さんではなく福田たたたニクさんなんですけどね、はい、最近の活動、あの告知お願いします。そのさっき言った、はい、本の題名、はい、本の題名はちょっとまだ明かしません。あ、明かさないということで、フェイスブックをお楽しみにということなんですけども、はい、はい、で私もちょっとあの告知なんですけれども、11月29日の金曜日、ジュンアークのグランチェルトというバーでブッキングライブ、18時半から、よろしくお願いいたします。また12月の2日、私なんかいろんなことをしながらもね、あのなんとあの租税劇っていう、あの税金が大事だっていうお芝居を守るんですけれども、ね、あの国税庁、噛んでますね、国税庁のホームページなんかにも出させていただいたような、目黒区主催ですね、目黒区納税貯蓄組合連合会の岡田会長が主催で、租税劇っていうのを、ね、税金の大事さを訴えるお芝居をさせていただいてます、それをですね、今回目黒区役所で、青空の街のパン屋さん続編ということで、やらせていただきます。ちょっとこれ限定なんですけど、お声かけていただけましたらご招待もさせていただきたいと思います。またあの中学生の作文コンテスト、税に関する作文コンテストっていうのの中 あのイベントなんですけれども、またね、あのこの活動もどんどんこう広げていきたいので、ぜひアティシャの方にご連絡、ご興味持ってくださった方は、一緒にいろんな形でね、でどうやって連絡を取れるんですか、はい、アティシャさんには。あ、そうです、私も YouTube の番組で、はい、YouTube のコメントぜひお待ち、しております。はい、コメントっていうのが、はい、ありますので、まだね、あんまりコメントあの皆さんあのいただけてないんでね、ぜひあのコメントあのお願いしたいと思います。あとは Facebook のあの私のページでも、はい、またブログの方とアメブロもやってますのでね、活動、アティーシャミヤオフィシャルブログの方をクリックいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、そうそう、はい、その感じで、そういえば先ほど私忘れてたんですけども、ボイトレ、体操なかったボイトレでした。ボイトレコーナーなんですけれども、ここで、ね、じゃあ皆さんいきなり始まるボイトレコーナーなんですけどもね、あのニキさん多分ご存知だと思うんですけど、いきなり始まるボイトレコーナー、声も人生も伸ばしていきましょう、三輪先生のワンポイントボイスストレッチということで、ね、こちらボイスストレッチで商標登録も取っております。よろしくお願いします。私も、ね、出版を、ね、目指してるんですけども、いろいろ、ね、あのお伝えしたいところなんですが、まずあせっかくこれ、ね、今日座ってるので座ってあのこれ皆さん、ね、首を、ね、振っても声が変わらないっていう声がいい声なんですけども、皆さんちょっと首を振って声出してみましょうか。これね、首を振るとあのちょっと声揺れてしまうと思うんですけども、うん、これ力が口から全部抜けててもって抜けてしまう、どっちも入ってても全部力が硬直してるって入ってしまう、うん、でこの下半身だけ力、下半身だけ力を入れて上半身の力を抜いて、下半身にはこう丹田ですね、お腹に力を入れて足の方もちょっと力を入れていただいて、で肩とか首、上半身は力を
抜いて声を出すと、あーっていう感じで声が揺れないんですね。皆さんちょっとそんな感じでやっていていただいていいですか。じゃあ皆さんどうぞ。こんな感じでこう下半身に力を入れて上半身は力をこう揺らす、首を振るというよりもこう揺れてしまうって、あー皆さんお願いします。同じようにじゃあマイク、あそうマイクもじゃこの辺でも、あーあさすがに皆さんわかりました、はい、僕はちょっとできなかった風あ連日ね、言い訳すると連日演奏してるから肩がごちごちすみません、はいはい、ありがとうございます。皆さんちょっとね、肩がごちごちの方はちょっとね、私もちょっとね、普段よりはあんまりできないんですけど、で皆さんやっぱりちょっとね、下半身に力を入れて上半身は力を抜く、あこれでもう本当にいい声が出ますので皆さん試していただきたいと思います。はい、ワンポイントボイスストレッチでした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ということでですね、皆さん今日は楽しい時間はあっという間なんですけども、いかがでしたか。一言ずつお願いします。緊張しまして、あとマイクの段取りがちょっと私一番悪かったんでちょっと申し訳ないかなと。以上です。はい、ゆきさん、あの出演予定とは全く聞いてないというか、あの直前番組直前に行きま私はただバーテンダーでですね、皆さんのお酒を作る、はい、立場で今日参加しているわけですけども、なぜかねここにいてですね、はい、しかも音楽までねかけてもらってね、なんかこうラッキーだったような、なんかこうあまりにも展開が急すぎて、すいません、 あとはこう飲んで水に流しましょう。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。盛り上げていただきました。盛り上げていただきました。ありがとうございます。よくさんいかがですか。やっぱり緊張はしますよね。一発撮りですもんね。はい、とても楽しかったです。はい、ありがとうございます。今日も一緒にやりましょう。はい、よろしくお願いします。で、今日はもう一人ですね、素敵な、お仲間を紹介いたします。中島由里子ちゃん。この今までの映像をカメラの方ですね担当して、いただいております。前回も出ていただきました中島由里子ちゃん、どうぞ。どうぞ。はい、今回の素敵な写真といろいろありがとうございました。はい、ありがとうございます。いつもカメラマン、新進系のカメラマンの中島由里子ちゃんです。その方どうぞ。先日あの日光行ってきまして、今日こちらであの出させていただいて、とても幸せに思います。頑張ります。よろしくお願いします。今後の予定もね、じゃあ中島さんもフェイスブックやってますよね。そうですね。まあ今のところは自主的にあの写真の勉強ということで。はい。じゃあ中島さんへのご連絡はですね、フェイスブックの中島優子で、あれですか、あの漢字？あのなんかフェイスブックは漢字？一応漢字になってますので、あの日本人の方ならで、あの島は山辺の島ですよね。そうですね。なんかあの島の普通の島では山辺にあの島の島で、あの百合の花の百合の百合子さん、はい、はい、ぜひこの写真見て気に入った方はぜひ中島由里子ちゃんのお仕事のご依頼お待ちしてます。よろしくお願いします。待ってます。待ってます。ありがとうございます。はい、ということで、今日もありがとうございました。ハピーシャミヤとキラキラパフォーマーズ、2回目、あ、加賀さん、加賀さんカモンカモンカモン。いやでも今全くそうカメラの下を遥か私になるからもうこういうのは十分とさせないので、ということで、はい、そっちをこうカメラに映したいので、ね、そっちの方が面白いと思う。 NG 集 NG 集。じゃあということでいいっていうのは簡単にやってますね。聞いてください。はい、ということで、はい、ということで、ハピーシャミヤとキラキラパフォーマーズ、2回目お届けいたしました。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。じゃあ、いっちゃう。